はい、皆さんこんにちは、ワネルグリフィッシュです。では今回はアテドクの決断法バブギとお盆の岬沖海戦ヤマトと高リベンジ続きをやっていきたいと思います。前回ようやく沖縄をね攻略することができました。ただ損害が大きくですね、第一艦隊からはヤマト以外の全ての艦艇を喪失、水雷戦隊がね、敵空母艦隊に突入していったものの、まあ壊滅してしまったという状況でした。第三艦隊はですね、従順生き残ってるんですけども、まあ、残念ながら中大破していて、次の戦闘に耐えられるものではないと。第4艦隊からは戦艦春菜、航空戦艦2隻に正規空母1隻を喪失しています。残りの艦艇も中大破しているという状況で、まずはですね艦隊の再編を行いました。第1艦隊は戦艦大和、長門、従順、利根、あとは軽巡が2隻に駆逐艦3隻です。第3艦隊は消耗した艦艇をね、日本に入れてドック入り中です。第5艦隊は空母1隻、軽空母2隻からなる空母艦隊を新たに編成しています。で、艦載機の編成はですね、この後南シナ海攻略を前提に爆撃機のみに絞っています。もう雷撃機は外して敵基地攻撃に全力を挙げるということですね。で、第15艦隊がかなり贅沢な編成になってるんですけども、提督がね、こぞって潜水艦に乗っているという艦隊です。ちなみに艦載機の編成、今お話したように爆撃機のみでもう編成していますので、もう航空爆撃にね全てをかけるという戦いになります。あとはトラック沖に関してはすでに航空基地を破棄し、航空戦力もその他の基地に割り振って、トラック沖はもう、撤退ということを前提にしています。では一旦時間を進めます。おお、早速トラック沖が敵に奪われたね。まあこれは想定通りですね。お、数軸軍がデンマーク沖に行って、これは無謀だろう。ドイツ艦隊はなんとかね我慢して守るべきだったんじゃないのって思うんだけどね。非常に残念な結果だな。潜水艦4隻と駆逐艦1隻作っておいたものが就航してます。ただもう鉄がゼロなので何もできないですね。では技術開発を行っていきます。ここはもうどうしても夜間に離発着可能な航空機を作りたいとの航空レベルを中心に上げていきましょう。で、艦隊をね突入させていきます。第一艦隊、南シナ海を絶対に取るぞということでね頑張っていきましょう。で、第15艦隊は潜水艦隊になっています。で、忘れないうちにですね、艦隊の編成に第3艦隊の中に未配備艦を突っ込んじゃいましょう。これでいいかな。で、各艦隊の位置確認します。まず第3艦隊はね、ほとんど傷ついてるんですけども、なんとかこれで、日本近海を守ってもらう。で、沖縄沖にいる第1艦隊はこの後南シナ海へ、第5艦隊も南シナ海へ、第15艦隊も南シナ海へ。で、第6艦隊って何って話なんですけど、第6艦隊は駆逐艦1隻だけになっていて、これで沖縄を守ってもらいます。パワーアップキットになってから潜水艦だけ残っててもね、その海域の防衛にはならないので、駆逐艦を1隻だけでも置いておく必要があるので、そのための策です。では時間を進めます。南シナ海攻略戦です。戦力比較は敵の第14艦隊が入ってるね。インディ・ファティカブル正規空母、艦載機70か、多いな。もう一隻正規空母フォーミダブル、これは艦載機が35、ただ装甲が施された重装甲空母ですね。なんとしても南シナ海を取らないと、鉄資源が足りなすぎて自利品になるだけなのでね、なんとか頑張りましょうか。さあ、ではこんなところで出撃を始めていきます。日没に出撃します。雨が降ってくれればね、ちょっとは展開が楽になるかなという希望的な観測はあるんですけど、残念ながら雨は降らなそうですかね。今のところ敵の第14艦隊をまず壊滅させる必要もありますからね。わ、敵に発見されたよ。早速もう突入するしかない。発見された以上は突入だ。おし
思わずなんか会心の推しが出ちゃいましたけど、雨だ。この雨のうちに1個の航空基地潰したいな。まあ、雨のうちにね、敵の航空基地に一撃を加えて、できれば本当に破壊したい。破壊がなれば本当に展開的にわからないかなと思いますよ。空母艦隊はここで一時待機します。で、敵の艦隊発見したので、潜水艦隊はもう委任してしまって敵艦隊の壊滅に乗り出してもらいます。雨が止んでる。いつの間にか。いや、雨止むの早いよ。早すぎるよ。ヤマトがやられるわけにいかないからな。ヤマトが大破してもヤマトを下げるわけにはいかない。まだ、さすがにヤマト下げるわけにいかないよ。まだ1回雨降ってくれないと結構しんどいかな。ただ敵の空母がいないから、きっと敵の空母がどっかにいるな。2個艦隊が入っていたってことですよね。だから、いやでも確実にさっきの情報だとあれだったな、1個艦隊しか入ってなかったですよね。どっかにいるんだな。だからやっぱり後はどこにいるかだね。敵の空母が必ずいるはず。雨降ってほしいなぁ。もう一回雨降ってほしい。長と山と共にピンチだからね、今。やっぱりだ、爆撃機が出てる。いるな、敵の艦隊。いや、空母が。敵の空母を発見したら、先制攻撃。2個艦隊、くそ、剥がしてたんだな。
敵の空母を爆撃機だけで陸上爆弾用でどこまで潰せるかだな。早くしないとまずいことになるからね。よし、ここで雨、ここで雨だ。この雨は絶対に生かさなきゃいけない。そういう雨ですね。もう護衛をなくしてでもいいから敵の空母を沈めに行く。いや、長門はもう何？これは攻撃できなくなってるんだったら撤退させよう。残しておく意味はないですからね。雨が降ってる間になんとかね、1個の航空基地と敵の空母を壊滅させておきたいですよね。さあ、敵の基地は破壊が終わりましたので、もう一つの飛行場にもう向かいましょう。あれ、誰かが動けなくなってるな。ヤマトか、もしかして。ヤマトが機関を喪失してないね。大丈夫だね。誰かが動けなくなってるわけではない。機関を喪失した人はいない。動けるね。なんとか敵の空母に取り付かないとね、雨が降ってる。この間に。ヤマトもなんとか残ってもらわなきゃいけないからな。ここは我慢して我慢して。さあ、魚雷攻撃ができる。魚雷攻撃だ。魚雷撃ってくれなかったか。撃ってほしかったな、魚雷。魚雷を撃とう。今こそ魚雷を撃とう。
もう魚雷攻撃にかけるしかないからね。敵の空母。結構長く雨が降ってくれてる。この間に、何としても、敵の空母に、致命的な損害を与えなきゃいけない。いや、さすがに装甲空母を歌ってるだけあって、硬い。上に雨が止んだ。ここで雨が止んだかー。これはまずは、敵の母艦を沈めよう。それが大先決だね。一度、ヤマトも下がりましょう。このまままともに敵とぶつかるのは、よろしくないとはいえ、もうぶつかろうとしている。ヤマトが、この敵の大編成を前に、逃げ切れるのかっていう疑問だな。なんとかヤマトは、逃げ帰ってほしい。もうその思いだけですね。あ、敵は、これ撤退するな。であれば、敵基地攻撃に全力を挙げましょう。ヤマトも、ちょっと逃げるけど、まだ完全撤退はしないと。従順が一隻無事でいてくれてるのは、本当に嬉しいな。あとはヤマトがうまく逃げおおせてくれれば。了解。了解。二日目が終わろうとしてるから、もう割と時間はないからね。了解。ここで雨。この雨どう見るかだな。この雨を見ると、ヤマトも突入させた方が効率が良さそうだ。もうだって、ね、空母が使い物にならない状態になってるので、今のこの状況というのは。さあ、急いで敵基地に向かいましょう。では。潜水艦はもう撤退させます。オール撤退。今回はね、それなりに雨に恵まれてはいるので。いや、駆逐艦では敵の砲台からの攻撃でもこんなことになるんだな。それがよくわかるね。ヤマトはちょっと離れましょう。ヤマトがやられるとかなり悲しいことになるので。いや、駆逐艦では話にならないんだな。っていうのがね、よくわかるね。いや、ヤマトは撤退させよう。もう撤退させよう。いや、機関を喪失した、ここで。ここで機関喪失か。きっついな。いや、ヤマトはこれは覚悟を決めた方がいいかもしれないですね。雨でも、いや、やられた。
いや、ヤマトがいないと厳しいな。まあ、ただここまで来たらもうやっちゃった方がいいと思うので、やっちゃいましょう。いやー、ヤマトがですね、戦艦がいなくなってしまったので、この状況をどう見るか。まあ、ただヤマトを失ったとはいえ、南シナ海をどうしても取りたかったですし、まあ、割と母艦が守られているので、ちょっとこのままやりましょう。長門は逃げ切ってくれたからね。ヤマトが悔しいけどしょうがない。まあ、潜水艦もそれなりに残ってます。なので、ちょっとこのままやっていきたいと思います。というわけでね、じゃあ今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。